さあ始まりました BS 行きまわかり。この番組は僕たち行きまわかりメンバーそれぞれが会いたい人をテーマにゲストをお呼びして、ここでしか聞けないお話を聞いていく番組です。今回は吉岡さんの会いたい人なんですけど、はい、ちょっと大物すぎないかな、ちょっと緊張感が少しありますけども、はい、今回はですね、私が会いたい人、和田アキ子さんです。イエーイ、いやもうね、生き物係にお任せっていう感じでもう来たんですよ今日。やっとすごいそう、もうね、本物聞いたことあるからいやもうね、ずっと出たかったんです。もうね、だから吉岡ちゃんと、もう山ちゃん、もう本当ね、こうありがとうございます。もう本当にありがとうございます。ね、いや、よろしくお願いします。本当に。あの、ちょっとごめんなさいね。もうあの、今もうキャメラ回ってるんですけど、キャメラ回って大丈夫ですか？あのスタッフさんの方がちょっと紛れて。タコさん、あの、リーダー水野なんです。水野です、はい、あのリーダーなんです、うちの水野です、はい、あ、水野、はい、あ、もう君さ、なんかいつもでちょっと私ね、本当にスタッフと間違えちゃうのいや、これだからね、あのもう本当に申し訳ないんですけど、はい、あの曲を書いていただいて、はい、あのそれこそね、プロデューサーのあのキャメラ誠二さんも一緒で、顔は全部それなの、キャメラ誠二さんね、はい、いらっしゃって、それでもうあの曲をねやってくれるってことで、だスタッフさんなの、なんで君なんでそこにいるんだろうと思っててこれね、あのテレビで出したんですけど事実ですスタジオでね、一瞬アッコさんね、僕を見失って、で途中で、あ、水を出せたら、いたのみたいなすごい、いやすごい、本当だね。生き物係はご存知でしたか？何をされてる方なの紅白で何度か会った気がする。そうですよね。ああ、でもありがとうとかをね、前に褒めてくださって、うん、そうですよ、いやいや、うん、もう本当にね、まあ、あのこれ実際の話なんですけど、はい、もうマジでやっぱりね、生き物係はね、詩が本当に素敵もうすごい本当に素敵だから、それこそあの、また明日も歌いましょうってね、はい、あの私の50周年のアルバムの、はい、最後の方のもう最後の曲やったかな、うん、に入ってるんですけど、もうね、最後に歌いたかった、50周年のライブでも、もうこれ何回も言ってるんやけど、私もうね、素晴らしい歌詞、本当にもう先生にね、本当に聞かせてあげたかった。あ、先生って、あの悪友さんのことだった先生って大先生、大先生、大先生なんかあれなんだよね、うんうん、なんかこうどんどん緊張していくのは何なんだろうねなんか緊張してるからね、はい、うんうん、あこさんね、本当50周年迎えられたんですよ、はい、この間でその時に曲を書かせていただいたんですけど、うんうん、もう僕なんてまだ十数年じゃないですか。そうですね、50年続ける秘訣っていうのはやっぱりね、もうだからあの常に目標設定し、だから50周年おめでとうすごいで終わりじゃないんですよ。もうだから50周年もう通過点なんです。言ったらもう私はだから70、80になって、もうおばあちゃんになって、しわくちゃんになって、ヨボヨボになっても、やっぱりね、真っ赤な口紅と高いヒールを履いて、もう本当にブルーノートとかね、ああいう場所でね、やっぱりブルースを歌いたいっていうのが、これも酔っ払った時いつも私言ってるんですけど、これステージ上での MC とほとんど同じですね実際にアッコさんが思いを語られてる場面があるんですけど、歌い手としてのこれ先輩ですから、うん、そうか、やっぱりあの発声なんかはやっぱりたくさん練習されてるたりするんですか、やっぱり。いやだからね、発声なんか、あ、ごめんなさいね、ちょっと大きい声出して、いやでも本当にね、言ったらそのもうこれだけやってると自分からこう勉強とかってなかなかしなくなりがちなんですけど、そこをやっぱりね、いろんなこう洋楽の歌詞とかの詩を書いて、松永ってマネージャーがいるんですけど、松永でかい方ですよ、そう、松永とかね、探しちゃったの、探しちゃったよ、やってね、もうやっぱり今でも勉強して、でもね、本当に何回も、もう本当に話何回も言うんですけど、もうね、あの書いてくれた歌、やっぱりね、いつもお風呂とかで歌っちゃうね、やっぱり。愛し続けて
思い続けてってこの中で優しくね、すごいこの命がそこに力入るんですよ歌みたいね落ちたりのところで今今すごく一番こう一番こう歌の大事なところで、そこをさらにこうアッコさん大事に歌われるんですよ。なんでね今これ歌ったかっていうとね、私ってほらのイメージこうあの頃はハッてやっぱ力強いパワフルなイメージがある。水野はね、私のそのなんかね女性的な部分とかをね、なんかなんでそんなこと知ってるのと思って、もうなんか曲を見た時に私ちょっと水野抱かれてるの今っていう。それは本当に今の流れで言うと言ったことみたいになっちゃうマジで。だってもう手振られてたもんずっと私も本当にこう聞いてて、すごいじゃん。すごい。いやでも最後ね、うんうんうん、今アコさん水野って呼んでくれてるんですけど、最初はやっぱ曲を書いた人にはもうそのベテランのシンガーさんなんで、曲を書いた人は先生だと、若くても。だから水野さんって呼んでくださったんですよ。それがレコーディングスタジオというところでは水野ですよ、もうおい水野みたいな。その時間だけすごい、それもね嬉しいよね、最後ね呼び捨てしてくれるの。いやでも本当にだからなんか私がね、なんかステッカー、私の顔が入ったなんかステッカーをねあげたのよ。そんでなんか大事にしてますとかって言って、久しぶりに会った時になんか言って、なんか家に飾ってあるんですよって、私は魔除けかこれも実際に言われてどこに飾ってあるの。玄関に置いてある。それは魔除けになってる。魔除けになってる。すごい。ここからはですね、最近和田アキ子さんのモノマネをしているミスターシャシエコさんについてお話をお聞きしたいんですけれども、はい、どうして会いたかったかっていうと、やっぱり和田アキ子さんのモノマネもそうなんですけど、うん、私歌マネがすごいこう好きで、ありがとうございます。本当にこう宿ってるというか、もう歌手さんの魂が宿ってる。今普通に素に戻ってくださって急に緊張がボンと解けるっていうのがそうなんだ。やっぱアキ子さんの偉大さをさらに感じますけれども、いやでも本当そこにいらっしゃるみたいな。いやありがとうございます。超感あるし、結構アッコさん以外にもね、いろんな方の歌真似もされてるじゃないですか、うん、ですね、なんかやりやすいのとかはどういうふうに選んでいくんですか。やっぱりですね、癖とかですかね。あとはまあ自分の声にこの人に近いなとかっていうのって結構自分で気づくケースも多いんですけど、人からなんか誰々の声にも似てるねとか、あと意外にもそのアンチの方の方がヒントをくださったりすると言いますか、武田鉄矢さんのモノマネとかをしてる時に、その声はなんか武田鉄矢っていうよりも福山雅治さんじゃんみたいな、全然似てねえよなって言われたりすると、あ、じゃあ福山雅治さんもいけるんやとか。なるほど。そういうケースでなんかこう人から言われたりとかしてっていうのもありますし、気づいていくんだね。すごいね。見せてもらったらいいんじゃない。ほら、いいですか。じゃあアッコさん以外にもせっかくだから見せていただきたいです。ぜひぜひお願いします、はい、もう和田アキ子がお送りするモノマネショータイムもうでも今日はですね、お兄ちゃんこと加山雄三さんのモノマネと、あとはね、私一回レイ・チャールズがすごい好きで、もうレイちゃんのその曲をね目の前でカバーしてくださった、もうエグザイルのあっちゃんのモノマネ、あっちゃんってあつしさんのことなんですけど、ちょっとねその2つちょっと今からやってみようかなと、はい、じゃあせっかくなんでお願いします。お願いします。ありがとうございます。お願いします。もしもこの船で君の幸せ見つけたら、すぐに帰るから僕のお嫁においで。ただ会いたくてもう会えなくて、唇噛み
泣いてた。熊が痛くて忘れられないまま過ごしたら時間だけがまた一人に刺さる。脳内がバグってる。バグってだって見たらアッコさんなの。めちゃめちゃ緊張したほんまに今。本当にね、でもお兄ちゃんのねモノマネっていうのは、あの歌だけじゃなくて、あの喋りの雄三さんっていうのもあるんですけど、この間電話してて、あの酔っ払うと私英語が多くなっちゃうんですよ。あのもしもしアッコですって言って、あのもうお兄ちゃん本当に大好き、もうベリーベリーアイラッキューって言ったら、加山雄三さん Me too って言ってたんですよ。これ夜中の10時過ぎぐらいやったかな。この間の飲み会で、あの言ってましたね。スピーカーにしてリアルだね。リアルだね。うわすごいな。これなんか他にもあるんだって、ほら、ここに書いてあるよ、いっぱい。ちょっと見せてくれるんだって。ヒロミさんって言ったんですか？あ、言ったら松本伊代さんのことを、はい、あの愛しすぎちゃうヒロミさんっていうのがあるんですけど。いや、うちのマンさ、ほら、天然じゃん。ほら、あの、うち鍋置くじゃん。お湯入れんじゃん。火つけんじゃん。具がねえの。すごい。ヒロミさんは会ったことないけど、こういう感じだよね。すごいな。歌丸さん見てみたい。あの笑点でおなじみだったね、はいはい、あの桂歌丸師匠の、モノマネです、生き物係の番組とかけまして、おしゃれな服と解きます。その心は、どちらも、また着たいと思うでしょう。歌丸です。めっちゃこの嬉しさは何なんだろう。なんか歴史に触れた感じが。なんか体温上がってきた。すごい嬉しい。本当にね、なんで私がモノマネなんかせなかの、今日和田アキ子スペシャルって聞いて来たのに。本当にすごいわ。はい、やっぱね、最後にね、うん、今喋りネタをたくさんしていただいたじゃないですか、はい、やっぱ歌ネタをね見たいですね。見てみたいじゃないですか、はい、でそのミスターシャチホコさんの原点が、うんうん、ミスチルの桜井さんのモノマネ。もうミスターシャチホコのミスター、はい、もうミスチルのミスターで。あ、そうだったんだ。それでシャチホコってもちろん愛知県の出身っていうのもあるんですけれども、はい、あのもう一つはですね、そのミスチルの大ヒット曲トゥモロー・ネバー・ノーズの仮タイトルが金のシャチホコだったんですよ。それ二つの意味がかかってて、もともとずっとミスチルのモノマネやってきました。それをやっていただけるそうなんで、めっちゃ楽しみです。楽しみですけれども、ちょっとね、あの呼んできます。あ、呼んで、あ、呼んでくる。アッコさん呼んできてくれる。アッコさんと桜井さんすぐ来るから。そう、うん、そう、私がもう呼んだらもうすぐやから。すごい。そんな、私たちお待ちしています。よろしくお願いします。ちょっと呼んできます。お願いいたします。ごめんなさいね、ちょっと前失礼します。桜井さん。